どうも今度の国会はやっぱり税金の問題が焦点になるようですね、まあ、一つには、えー、まあ物価高対策ないし経済対策として減税をしたいんだけどどうしたらいいでしょうかっていう話を今自民党に振って、えー、自民党でそれを検討するのはあの萩生田さんなんですけど萩生田さんのところなんですけど。 そこで、えー、まあおそらくは低額か低率かの、まあ、減税策を出すだろうと思うんですねでもこれって多分法律の改正が必要になっちゃうから、えー、ややこしいことになるまあそう簡単にいかないんじゃないかまあいろんな問題がありますけどね他にも。 106万円の壁とかそういうのもあるし、<coughs> まあ、本当に簡単にいかない作業になると思うんですが、防衛費の方はどうも、円高、失礼、逆ですね、円安で、調達のお金がたくさんかかるようになって、っていうこともあるんでしょうけれども、これ東京新聞の調べで、すでに8500億円ほど、 上乗せになっているとこれまでの分でいう話があってですねそれに伴う増税を、まあ、いつから始めるかというこれ確かだいぶあの当初からすでに、えー、2025年って言ってたかなね2024から始めるとなると今度次から始めるってことになりますし まあおそらくそんな準備はないでしょう。今あの自民党サイドとしてはおそらく、ええー、とにかく増税の印象だけは、あの、消し去って、減税減税って、あの、関係ない人にも減税って喋れっていうぐらいの勢いじゃないかなと思います。というのも、ちょうど選挙がありますね。えー、もう明日最終盤で、 日曜日の投開票で、えー、衆議院の長崎の補選とそれから四国、えー、徳島高知これまあ一緒になっちゃってるわけだけど参議院ですね参議院の補選この2つの選挙があってこれを自民党が取るのかどう,とどうなのかっていうことがかなり大きな問題になってくる可能性があってまあどうですね あの野党の連立協議に影響があるかどうか分かりませんけど、岸田さんの支持率はずっと低迷して20、20%台だと思いますが、さらにね、下がるようなことになるのかもしれない、逆に自民党がここで挽回してですね、議席も確保する、支持率もまあ税金問題を中心に <laughs>。 やることで、えー、岸田さんやるじゃないかっていう話になって、え支持率がアップするということももちろんあるんでしょう。あり得るんでしょう。まあ、ということで、えー、まあ秋ですけども早速、あの、政治の季節に入ってきたという感じですね。えっ、ー、と、国際的な方で言うと、あの、 どうもやっぱり顔の表情が変わってきたなと思う人が、えー、あのプーチンさん。まあね、ご年齢もご年齢なんですけど、あの、どうもやっぱりウクライナの、ウクライナに攻め込んだ、これ後でちょっと詳しくお話し,しますけど、現在の戦況が大変、えー 好ましくない状況にプーチンさんから見て進行していると。で、その状態で、まあしかし、頼みの綱で原油高、まあね、中東の戦争も、その、ああいう状態になってしまってしまっているので、中東の状況が多分原油にも反映されるんでしょうから、そうなると、 ロシアは結構得をするということがあるわけですね。なぜ国家予算の半分ぐらい歳入の半分ぐらいがエネルギー商売のようですのでそれががんと5%でも上がったら大変な収益になるわけですね。そういうまあそこにまあ何て言うんでしょうか。あの 頼みの綱っていう感じなんだと思うんですけど、戦争そのものは全くうまくいってなくて、なんかだんだんお顔が険しくなってきて、で、ついこの間ね、習近平さんと久しぶりの直接の会談を行った。で、まあ中国もね、よくやるよなと思うけど、 あの中露蜜月みたいな雰囲気が漂っている、まあ、内容上もそうなんですけどだけどプーチンさんの顔はさ全く冴えないでよくね言われたのはあのロシアがあお同じ大国として中国と付き合っていこうと思っても中国の方は決してそんな感じじゃなくて、えー、まあいわゆるジュニアパートナーっていうんですか。 もうちょっと立場が弱くなると従属下にある国ってことになってそれは日本じゃないかって <laughs> アメリカの従属下にあるんじゃないかっていう話になりかねませんけれど <coughs> まあとにかく中国に頭を押さえつけられてで、えー、困ったら泣いてすがってお願いしますっていうそういう話になっていくのかもしれません、えー、そういうまあ予感というか プーチンさんの顔を見てるとそんな感じがちょっとしてきますね。で、えー、現在のウクライナの状況ですけど一番新しい情報として非常に意味が大きいのは、えー、どうやらあの供与するとかしないとかっていう話を いどうせしないんだろうなと思っていた a t a c m という、えーまあ、兵器をアメリカが実はとっくの前に、えー、供与していてでそれを、えーすまあ、ウクライナ軍が使用して大戦果を上げたということなんですよ。で タクモスというのはこれまであのハイマースというまあ射程が7 0キロ、8 0キロぐらいあるロケット砲というか連ロケット連装砲というんですかあのまあいくつもロケットを連続的に発射できるやつですねハイマースとそれから M270 という。 すでに、えー、ウクライナに対して、えー、ハイマースが20両 M270 があ10両ぐらいですかねあれ25両ぐらいかもしれないトータルで25両ぐらいあってそれが大活躍し,てし,し続けているんですけどでも1両もロシア軍にやられてないっていうことがあってその機械を使って、えー まあぶっぱなす大変長距離のまあ長射程のミサイル3 0 0キロもあるのがエーザクモスというロケまあ弾道弾ですよね。<laughs> でこれのまあ戦果っていうのがえまあ発表されてでまあロシア軍は震え上がるっていうか。 大変な騒ぎになってるんだと思うんですね。それどういうことだったかっていうと,、えー、っとこれ攻撃をした場所っていうのがヘリコプターの基地なんですね2つ2か所。で常に占領下にある東部ルハンシク州の、えー、基地と それからベルジャンシクというところ、これも、これは南東部になるわけですけれども、そこの航空基地、この2カ所がエ t a c m o によって襲われて、で、攻撃型のヘリコプターっていうのがたくさん止まってた、中継してたところに、まあ、これエ t a c m って、あの、後で説明しますけど、この、 ミサイルから、えーまあ、およそ1000個の小さな爆弾が <laughs> 降り注いでですね、えーまあ、大変な被害を出していると、ロシア側からするとね、えー、いうことなんです。で、これ、その毎日どんなところでどんな戦闘が行われているかっていうのを、まあ、可能な限り、こう、 まあいろんな方にね、教えていただいたりしてみると、あの、地上戦ではロシア軍はほとんど勝てていないっていうか、えー、前進もしていないし、えー、まあ、陣地を奪われたりしているわけですね。ところが、そういうところでも、えー、かなり頻繁に、多い時で1日に80回とか、 まあ50回とか60回とか、えー、いわゆる空爆をやってるんですよだからロシ,アロシアの空軍って元気なんですね元気っていうか、えー、時々撃墜されたりしてますけどもで、まあ、完全にいわゆる航空優勢を取ってるわけでもないんだろうと思うんですがただ空爆は頻繁に行われているで空爆をした後これはあのその後いろいろやり方があるんですけど地上軍で えー、まあ、ウクライナ軍に襲いかかるっていうのは、そういう戦法をやってるそうなんですね。でも大体、その地上軍が攻めていくときには、ほとんど、えー、成果を上げられず、えー、そのまま破れ去って、えー、撤退していくと。で、これを何回も繰り返すっていうのが、ロシアの戦い方で。地上軍はもう本当に戦争にならないぐらいの、えー、もう、 いわゆる生部隊もすり減っちゃってですね。で、まあ、人だけは後から後から来るんでしょうけれど、これは、あの、どんどんなくなっていくだけなんですよ。どうもそういうふうに見えます。で、一日に一番多い時で、これはまあ、ウクライナ軍の方の発表を全体として、まあ、総括した数字だと思うんですけれど、まあ、千人ぐらいの ロシア兵が1日ですよ、えー、戦闘によって、まあ、死亡している、えー、負傷者はもっとでしょうね。でそういう状態の時にその空爆っていうのは戦闘機でやる場合ももちろんあるでしょうけれども攻撃型のヘリコプターも当然あるわけですよね。でこれが厄介な存在なんだと思うんですがそれをやっつけて。 で、これあの、このミサイルのことを言うときに、いつもその射程が300キロっていうのが、すごいすごいっていう。で、その長すぎるので、ロシア本土をウクライナが攻撃してしまうと、特に米,米国が供与した兵器でロシア本土をウクライナ軍が攻撃する。これはロシアを過剰に刺激することになるので、 やめてくれというそういう傾きで語られてるんですけど今度供与されたのは300キロのものじゃなくてその半分ぐらいの射程しかないものでしかも攻撃した場所というのがロシア国内ではなくてまああのロシアは併合したって言ってますけれどあの基本的にウク,ライウクライナの土地で現在 占領下にあるつまり自分のんていうんですか領土内敷地内に敷地内っていうか領土内にある航空基地占領されているそこをウクライナ軍が攻撃しているという形になっているこれあのもし A タクモスをウクライナ軍が自分で開発したミサイルだったらこれでロシア国内の まあどこでも攻撃するしてそれにまあしても文句は言えないっていう話に多分なっていくんだろうと思うんですけどまあそんな状態なんですねだから流れとしては全体として空軍しかまともに働いてないロシア軍の今の状況でその空軍のまあ主力兵器というかそれが まあ、まとめてやられてしまったという感じなんですね。まあ、戦闘機とか戦闘爆撃機に関しては、えー、もっと遠いところにいるでしょうし、まあ、さらに、エ、え、イ、ー、タクモスで狙われるのはちょっと叶なわなと思ったら、えー、占領地から撤退する。あるいは、ロシア国内でもちょっと近いところはやめて、えー、遠くに行く。内視分散配置をする。まあ、一回にやら,れやられたとしても、 それでまあ何機も一度にやられるようなことはないようにしようと分散するというその対処をしなきゃいけなくなる。でそうなると攻撃を受けてなくても遠くに行かされるわけですから、えー、ウクライナ国内で、えー、まあ戦っているロシアの陸軍を支援するために航空機が出てくるといっても なななかなか出ていきづらくなるということはありますよねとということで戦況、えー、の状況に関して言うともうなんかロシア軍は全然、うん、大変やばい状況に今あるということじゃないでしょうかね。まあもちろんこのこのロジックの中にはその何て言うんですか。えー いわゆるその戦争の長期化で、長い目で見たら、それはロシアの国力の方が強い、高いから、それと、ま、支援もそうずっと続くわけじゃないだろうから、ということで、ロシア軍の方が強いんだっていう、あるいはロシア軍のプーチンの意図は実現するんだっていうふうに考える人もいるかもしれないですし、それはそれで論拠はあると思うんですけど、 現実のの戦争よね。だらもう大変まあきれい事のように言ってますけど今、まあ、言っちゃいますけどまあすさまじいことが起こってるわけでねウクライナの国土は広いですけどもそれでもうあっちこっちでせん戦闘が行われていますけどそれの中で一日に数百人から千人近い ロシア兵が死んでるということ。これよくプーチンさん政権を。維持できてるよね。で、今。一箇所、その非常に。なんて言うんでしょうか。残っている力というか。あの、今使える力を集めて、攻撃している場所が一箇所あるんですけど。多分、それは。プーチンさん。が。まあ、国内政治用に。 戦果を必要として,いて、まあ、その国内政治の中身はいろいろあるでしょうし、まあ、よく分かりませんけれども少なくとも大統領選への出馬表明ということをまもなくしなきゃいけないわけですがその時にはこういう戦果があったんだということを国内であくまでねこれはロシア国内で強調するために まあ、兵隊さんの尻を叩いてですね、えー、戦火は取ってこいとやってるんじゃないでしょうかあの、まあ、そういう、まあ、そういうレベルになってしまっているという感じがします、えー、そのこととからまあ関係があるちゃあるっていうかうんまあ <laughs> 中東の話はもう本当に複雑で昔よく番組にあの放送大学のねあの今名誉教授になれてますけど高橋さんっていうまあ日本ではもうこの方が一番だと思うんですけどえ中東問題のことについて何度かあのお話を伺った記憶がありますけれどもまあとにかく複雑でその いわゆるオスロ合意っていうところでねパレスチナ国家の樹立に、まあ、道が開かれるのかと思ったら全然そうならなかったっていうところから今はもうパレスチナ人はガザでもそれから西岸ヨルダン川西岸の地区でも同じようにまあ同じように全く同じようにではないですけれどまあひどい状況に置かれていて 何かまともなあのっていうか少なくともオスロ合意の時にあったようなその話し合いでいろいろ決めていこうっていうこととは正反対のまあ双方の過激派がまあ無理やり戦争状態を作り出しているっていうふうにまあ見えたりします。 まもなく地上侵攻が始まるそうですので始まるんじゃないかといろんな人が言ってますよね、まあ、でもこれでそう、ね、今までもやってきたことで結局イスラエルは何、えー、て言うんでしょうあの、まあ、アメリカの国連の場であのイスラエルが非難されても国連の場ではアメリカが常に助ける。 っていう、まあ、拒否権を発動してねえいうことがずっと続いてきたわけですから数々う、まあ、残酷なことをしてきたと思うんですけどそういうものがずっと、えー、そのまま許されてきていて、えーまあ、パレスチナ人の方まあそうですね、あのー、うまくやろうとするんであれば イスラエル側には譲るものがいくらでもあるんじゃないかなというくらい、えー、もう好きなようにやってしまっている感じがしますね、えー、まあなんかもうちょっと悲劇の続きを見ないといけないのかなという感じがしておりますえー、っとまあちょっと取り留めもないんですけどまあ一番恐ろしいのは まあ今あのレバノンとの境のところではヒズボラっていうイスラム教シーア派のまあ武装集団ですけどこれがイスラエルに向けて攻撃をしたりしてあるいはシリアに対してはこれはイスラエルがもうすでに攻撃したりしてますよね。 なんか戦争の範囲がどんどん広がっている感じがして、えー、まあ大変恐ろしい話だなと言わざるをえないんですけど世界がだんだんこう2つの方向にこう分かれていって、えーまあ、ただまだ本当にいろいろ複雑なので、えー、その何て言うんでしょうか。 えー、A と B とで戦うっていうふうな感じにはなってないですけれどいずれそういう形になると俺はなんかもちろんそういうことがあっちゃいけないんですけどある種の世界大戦のようなね要望は何て言うんでしょうか相棒になるんじゃないかなっていう <coughs> 大変恐ろしい。<laughs> 危惧を持っておりますがと、えー、いうところで、えー、今お話した部分の部分については、えー、ここに今出てますけど私がマグマグから出させていただいております2つのメルマガの中に、えー、反映をさせたいと思います。でこれは読者の方には 直接お知らせするんですけど、大変申し訳ないことに、今回日曜日の配信がちょっと無理になりそうなので、えー、すいませんけど、月曜、今週に限って月曜ってことになるかもしれません。えー、ご勘弁いただければと思いますが。えー、これ、あの、有料のメールマガですんで、あの、あまり、あの、どうしてもめとは言いませんので、えー、もし余裕がありましたら、えー、ちょっと覗いてみてください。よろしくお願いいたします。 というところで一曲目に大丈夫ですか。はい。はい、えー。あとはこれですね。ディジィーガレスピーとスタンゲッツでシボニー。シボニー。はい。あはいはい。